新庄衆は終わった途端にあきめいてくると口をそろえる26日に閉幕した新庄祭りのことだ通常開催に戻った今年中心街は活気づいた地域を一つにする祭事は住む人に季節の移ろいを告げ愛嬌心をも育む過去の取材経験から 祭りにかける関係者の熱量を感じてきた屋台作りに励む住民もそうだがお盆に帰れなくても新庄祭りには必ず帰ると語る出身者も熱い望郷の念が強くなるのだろうならば人口減少で人手不足が進むふるさとへの回帰を促す好機にできないか そんなことを思ったのは50年前の本紙記事を読んだからだ進出企業が相次いだ庄内地方では当時お盆に帰省する出身者向けに激しい求人合戦が展開されたある会社は「東京に戻らず今すぐうちに」と誘ったとか多くが地元で働く利点を 最大限に強調したという。「時代も求人難の背景も違うが帰省時期を捉えた U ターンへの働きかけを強めるのもいい新庄祭りのような心の拠りどころは多くの胸にあるだろう要はふるさとでどう生活の基盤を築き満足のいく生き方が遅れるか」帰省した人に、 山形暮らしの豊かさをうまく伝えたい。